クルトバルデマータンクは、総意に富んだドイツ人航空エンジニア、テストパイロットであり、1931年から1945年まで、フォッケウルフ社の設計部門を指揮した。FW190 戦闘機を、はじめ、第二次世界大戦における重要な航空機を設計した。聖西ドイツのプロイセンの都市ブロンベルクに生まれる。17歳の時に第一次世界大戦に出生。 父親の影響で騎兵となる。花形の航空隊に入らなかったのは、彼の才能を惜しんだ連隊長が転属を許可しなかったためと言われている。また、前線でも物理と数学の参考書を手放さず、暇があれば読んでいたと言われ、出生中に大学受験資格を取得している。第一次大戦では二度の負傷と引き換えに勲章に個もらった、あと、復員した。 福音後、タンクは日本の工科大学に相当するベルリン工業学校に入学したが、当初の専攻は電気工学であった。第一志望の航空工学を専攻しなかったのは、第一次大戦の敗戦によりドイツ国内で航空機の研究、開発、生産が禁止されていた関係で、講義そのものが閉鎖されていたためである。しかし、 大学4年の時に飛行力学の講義が再開され、ようやく念願を果たすことができた。在学中、タンクは、グライダー研究会で、自ら設計、製作、飛行を体験しているが、その後、飛行機操縦熱が高じて、ベルリンシュター県の民間飛行学校で小型機の免許を取得している。最前線の兵士としての過酷な体験。 大学時代に先行した電気工学、課外活動として熱中したグライダー製作、そしてパイロットという彼の得意な経歴は、後に、フォッケウルフ社で FW190 の成功に生かされることになる。大学卒業後は、機械力学のウェーバー教授の推薦により、飛行艇専門のメーカーのロールバッハ金属飛行機に入社した。ロールバッハ社は、全金属製飛行艇では、 当時の最先端を行っていた。フォッケウルフ FW44 ロールバッハには4年間在籍したが、やがて飛行艇の将来に見切りをつけ、1929年に31歳で退職した。その後、1930年にバイエルン発動機製造株式会社へ転職した。転職先の BMW で設計主任となるものの、同社は副支配任。 ウィリー・メッサー・シュミットが設計した航空機の度重なる墜落事故によって1年半後に倒産した。1933年11月33歳の時、フォッケ・ウルフ社に技術部長として採用された。タンクはここで幾多の名機を生み出すことになる。フォッケ・ウルフはハインリヒ・フォッケとゲオルク・ウルフが創業した中規模メーカーであったが、ウルフは テスト飛行中に、事故死、残ったホッケは、ナチス政権の干渉に嫌気がさし、新たに、ホッケアハゲリス研究所を作って、ヘリコプターの開発に熱中していたため、ホッケウルフ社の航空機開発は、自然とタンクの創建にかかることになった。1931年に、ナチスの企業再編政策により、ホッケウルフ社は、アルバトロス社と合併した。合併後、タンクは、 服用スポーツ機 fw44 シュティクリッツの設計に着手した本機は1934年に飛行しフォッケウルフ社で初めて商業的に成功した機体となったこの成功はナチスドイツの戦争準備と歩調を合わせて会社に急激な成長をもたらしたフォッケウルフ fw 56さらに 1933年にはパラソル翼の短座高等練習機である FW56 シュテッサーを開発した。FW56 は性能の良さを買われてドイツ空軍に採用された。1933年、ドイツ空軍は次期主力戦闘機の強作を発表し、タンク率いるホッケウルフ社は FW56 を母体にした FW159 で応募した。 FW159 は、全金属製、モノコック構造、液霊エンジン、引き込み足装備ではあったが、時代遅れのパラソル翼であったため最新の低翼端容器にかなうはずもなく、一時審査で廃退してしまった。フォッケウルフ FW200 苦しくなった会社の経営を立て直すため、タンクは1936年の春頃から FW200。 コンドル4発旅客機の計画に取り掛かった。FW200 は、翼幅33メートル、翼面積118平方メートル、全備重量1万7 2 5 0ラムで、当時としては、画期的な大型高性能機であった。練習機しか作っていない、フォッケウルフ車に、いきなり4発機を作らせることについては、発注元のルフトハンザの中からも異論が出たが、 タンクはそれを説得して開発にこぎつけた。1937年7月、FW200 は初飛行に成功した。FW200 開発中にタンクは4発機の基調のライセンスまで取得している。1938年11月28日、ベルリンのテンペルホーフ空港を飛び立った FW200 は、 42時間18分で日本の立川飛行場に到着し、長距離連絡飛行記録を打ち立てた。フォッケウルフ FW189A-3。同じ頃、タンクは空軍の自家境偵察機の受注をめぐって、ブルームウント・フォスと争ったが、ブルームウント・フォスが左右非対称の医療機 BV141 で応募したのに対して、タンクはオーソドックスな機体で応募し、 FW189 ウーフが採用された。FW200 と FW189 の成功により、フォッケウルフ社の経営は軌道に乗ることができた。一方、1936年の冬頃から開発計画をスタートさせた、総発重戦闘機 FW187 ファルケは、FW159 の失敗からタンクが 戦闘機の本質を学び取った FW190 の前身とも言うべき機体である。速度、上昇力、火力に優れ、ライバルとなった、双発戦闘機であるメッサーシュミット BF110 は、もちろん、短座のメッサーシュミット BF109 をもしのぐ、高性能を示したが、高価な双発機よりも安価な単発機を揃えるという、空軍側の方針変更によって、量産されないまま終わってしまった。 フォッケウルフ FW190A-8937 年秋、操縦が難しく着陸事故も多発していた主力戦闘機の b f 1 0 9一本で戦争を継続することに不安を覚えた空軍省はフォッケウルフ社にバックアップ戦闘機の開発を打診してきた。この時、タンクは39歳、実戦経験を持った飛行機設計者兼テストパイロットという得意な 経歴がこのプロジェクトに結実することになる。ギュンター・シュペヒトとタンク1939年から1945年まで製造された FW190 ビュルガーは第二次世界大戦中を通じてドイツ空軍の主力のタンザ戦闘機であった。航空機開発への貢献が認められ1943年1月に ブラウンシュバイク技術学校の名誉教授の名と校長の席が与えられた。また、フォッケウルフ社に在籍のまま自分が開発した飛行機に正の略号である他をつけることができるようになった。フォッケウルフ他 152H その最初の作品が液冷エンジン搭載型である FW190D をベースとして開発された高高度戦闘機他152である。 タ152は、大翼面荷重、大アスペクト比というタンクの持論が明確なデザインで表現されている。タンクがタ152を自ら操縦しているとき、2機の P-51、マスタングと遭遇したことがあった。撃墜も可能であったが、弾薬が装填されていなかったことと、自分は民間人なので戦闘はしないという心情から、 そのままスピードを上げて飛び去ったというエピソードが残っている。イアエプルキ2戦後、多くのドイツ人技術者と同様に、クルトタンクは専門家としての活躍の場をラテンアメリカに求めた。アルゼンチン政府から提供された仕事を受けた彼は1947年に同僚らと共にコルドバの航空技術研究所に移った。 航空技術研究所は後に軍用機製造交渉となった。ここで彼は対戦終結時に実物大模型製作まで進んでいたジェット戦闘機田183の設計をもとにイヤエプル機2を設計した。イヤエプル機2はロールスロイス2インエンジン装備で主翼は40度の高体角を持ち 20mm 機関砲4門装備という当時でも一流のスペックを持つ ジェット戦闘機であり、1950年6月27日に初飛行した。イア・エプル機2は、空中での飛行特性に関しては、機体通りの性能を発揮したものの、離着陸性能に重大な欠陥を有しており、老練なテストパイロットをして、着陸時に足を切損する事故を数度を起こしている。これに起こったタンクは2回目の試験飛行で、自ら操縦桿を握ったものの、 着陸時の欠陥を認めざるを得なかった。その回収に時間を要しているうちに、アルゼンチンの経済危機により開発は1953年に打ち切られた。フアンペロン大統領が権力の座から降りた1955年、かつてのフォッケウルフチームは離散し、その多くはアメリカ合衆国へ移った。HF-24 その後インドに渡ったタンクは、インドで 初めて製造された軍用機となる HF-24 マルートをヒンドスタン航空機のために設計した。原型機は1961年6月17日に初飛行した。エンジン出力の不足によって予定した性能は達してなかったものの、胴体設計にエディアルールを取り入れ、エアインテークにはショックコーンを付加するなど、 当時のマッハ2級戦闘機と比べても遜色ない設計を行っており、タンクが最新技術の導入にも余念がなかったことを示している。ちなみにエリアルールを取り入れた設計については、工場を見学に訪れた当時のネルー首相が機体のくびれが気になって質問したところ、タンク自身がコ家カコーラ型とも呼ばれる最新の設計ですと解説したという逸話がある。 この機体は1985年に第一線を退り添えた。1970年代にタンクはベルリンに戻り、ドイツを本拠として残りの人生を送った。1959年頃、富士重工業宇都宮製作所の主営所の前に突然、ブリストル社の紹介状を持った外国人が訪ねてきた。当時、量産されていた。 航空自衛隊のジェット練習機 T-1A が装備していたブリストル製オーフュースマーク805エンジンの偽装を見学したいと述べ、控えめに私はクルトタンクと申しますと名乗った。当時タンクはインドで T-1A と同じオーフュースエンジンを搭載する HF-24 を開発していて富士重工のエンジンまで導くダクトの形状に興味を持っていた。 見学後若手エンジニアたちとディスカッションの機会を持ち、技術面での持論を展開してみせたという、ありがとうございます。